これだけ日本語がね、できるようになったなんで日本語勉強し始めたんですか。日本ってしてジャニーズのコンサートに連れてもらった。まだヤマヤマが入ってた。じゃあそれで NG です。ヤマ軌道とかね、まあ、嵐とか、はいはい、あの、綾香。ああ、綾香なんだ。 I believe myself って思いながら、どうだよ、始まりました。アムテチャンネルです。はい、今回はですね、スペシャルゲストですね。はい、はい、やってまいりました。どうぞ自己紹介を。 Please introduce yourselves。 音楽チームです。よろしくお願いします。はい、まあね、うちのレギュラーメンバーとしてね、はい、こう出てきていただいて。でもレギュラーメンバーなんかもうみんなからしたらね、もうあのこいつ誰だってなってますからゆゆーたじゃねって言われますからね。ああ、そうですね。どんな気持ち。ちょっと皆さんはちょっと知らないと思うんですけど、一応ね、あの第1回の英語講師オーディションとかのメンテッさんにはお世話になっていて、ずっとそこから、はい、そうなんですよ。で、今日はちょっとまあ僕だけじゃなくて音楽メンバー連れて、そう、ね、来ましたということで、よろしくお願いします。孔明さんは、はい、うちのね、チャンネルでこう中部地区の大学ランキングみたいなのね、喋ってくれて、はい、もうコメントでボロッカス。そしてカイラです。はいですね、カイラと大久先生がまあレギュラーでよくうちのチャンネルに出ていただいてるんですけども、はいはい、今回は一体何ですか。実はまあその英音楽アプリっていう新しいアプリをですね、あの実は開発期間実質3年間ぐらいかけてやってたんですけど、はい、いよいよやっとあのリリースできるということで、10月の30日の金曜日に正式アプリリリースとなりましたので、こちらアプリあの開発の初期にはね、森田先生もちょっと監修いただいたりしましてね、ありがとうございます。本日まあそれについて動画の最後にあのビッグなお知らせもちょっとさせていただきたいと思いますので、どうか動画最後までご視聴お願いします。2人を後ろに立たせておきながら、はい、はい、カイラ一体何者なのかっていうね。そうですよね。いつも動画に出てきてるけど、一体誰なの？なんでこんな日本語喋れるの？確かにそうですよね。なってるんで、はい、ちょっとじゃあカイラ一体何者なのかっていうのをね、ちょっと聞いていきたいなと思ってるんですけど、はい、はい、まずカイラの出身は一体どこなんですか？出身もオーストラリアです。あ、オーストラリアの、うん、Which part of Australia？ なんか何回も引っ越したことあって。 あ、なるほど、ずっと住んでたところとか。そう、ずっと住んでたところはないんで、はい、生まれかな。そうですね、生まれはシドニーでも1歳の時には引っ越したので全然記憶にはなってないですね。ああ、そうですね。そこからいろいろ、そう、いろいろ何回も何回も引っ越して、学校とかもいろいろ転々としてたって感じだったんですね。以上、どんな子供の時の生活でした？1回目の小学校は、あ、1回目の小学校More than one ってことですけど。そうですね。あ、小学校ってエレメンタリースクールじゃない？エレメンタリースクールか、オーストラリアではプライマリースクール。あ、プライマリーですね、イギリス式ですね、うん、そう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 、その1回目の小学校は、うん、あの学生全員で6人でした。学生全員で6人？はい。めちゃくちゃちっちゃいってことですね。その村にはほとんど人がいなくて、はい、多分全員で5人ぐらいだったかな。はい、はい、そんな中で どんなことを勉強するんですか？羊とかどうやって餌やる？普通 の英語の勉強とか、綴りの勉強とか、本読んだりとか、うん、え、ここの兄弟とかは？兄弟はですね、私も含めて9人です。9人？はい、9人いて学校6人なの？はい全員家族だった？違います、兄弟は一人もいなかったその時。あ、そうなんですね、はい、結構年が離れてて。あ、はいはいはい、なるほど。で、妹が入る前に引っ越した。あ、え、9人の一番上ってこと？あ、違います、真ん中、ちょうど真ん中、はい、ちょうど真ん中。9人でやっと どんな生活になるんですか？結構みんな年があのバラバラで、はいはい、全員で一つの家に住んだことはなくて。別居？どういうこと？下の兄弟もちょっとね、一番下の4人が全く血がつながってない。へー、すごい。お父さんとお母さん里親なんで。はいはい、ああ、そういうこと。アダプションってことですね。一応アダプションにはなってない。あ、なってないんだ。はい、ファスタリング。ファスタリング、あ、フォースターパレンツ、養子じゃないらしいですね。びっくりした、今ホステージって言ったのかと思ってた。えっ、そうなんだ。ホステージじゃない、ホステージじゃない。兄弟も多くてペットも多いんですよ。あ、ペットも？はい、やっぱ羊とかですか？羊もいないんですけど犬が4匹、うん、猫が2匹で、アヒルが20羽ぐらい。 20? すごい。で、馬が8頭。おお、え、6頭、6頭、今6頭。え、じゃあやっぱファームなんですか？ファームじゃないです、全員ペット。ファームじゃない、ペット？ペット、家にいるペットです。どんな家なんだ
結構広いんですよ、10エーカー。そう、あ、そうですね、こう家の中で飼ってたらいやいや馬は無理馬はどうやって飼うのかな。でもどうして日本語、まあ、これだけ日本語がねできるようになったのとかね、なんで日本語勉強し始めたんですか。それはね、オーストラリアでは高校に入って別の言語を勉強しなきゃいけないっていう決まりがある。でうちの学校はイタリア語とフランス語と日本語でした、うん、でフランス語とイタリア語の先生が一緒の人で怖い人でした、はい、で日本語の先生はすごい優しい人で、あの授業中でアニメとか見たり、はい、寿司も作ったりとか楽しいことをしてたので、うん、先生が優しいからという理由そう厳しくない厳しくないストリクトじゃなくてリニエントなティーチャーすごい優しい人だった。もう本当なるほど、そう緩いわけじゃなくてもうカインドの方ですね。そうカインド、すごいカインドだった、はい、でもちょっと緩いだったかな。そこで日本語上手くなってったんですか。その時は全然、あ全然その時も日本語全然興味なくて、あでも16歳になって、はい、その短期留学っていうのがあったんで、ちょっと海外あんまり行ったことなくて、うん、その全然違う国行ってみたい、うんうんうんって思って日本にホームステイしてジャニーズのコンサートに連れてもらった。あ、ジャニーズ誰ですか。ニューズ。あー、ニューズ、やっぱりズなんですね、ニュースとは言わないあ、そっか、ニュース日本はそうしていますからね、はい、あ、何人だった頃だろう、その頃最初9人です、今3人今3人その時は確か6人だったかな。6人だった頃、人たじゃあまだ山っ山っが入ってた。あ、ちょっとそれあの NG です。山っ軌道とかね、まだ行ったこれ事務所にいた頃ですね、はい、森田さんちょっとすいません、P 入れますね、P 入れる、山の後ろに P 入れといてください、山P って入れといてください。そこの P じゃないんだけどちゃんと使ってくださいよ、はい、使いますね、今のはしっかり使いますね。で、それで見てすごい感動して、うん、で、帰ったら、うん、ホームステイ先の人と連絡取りたくて、うん、日本語あんまりもう全然使えなかった時、はいはいはい、全然使えなくて頑張って勉強しようと思ったんだけど、うん、勉強が苦手なんでそのジャニーズとか音楽、うん、日本語の音楽ずっと聞いて歌詞をローマ字と漢字、はいはい、印刷して自分で翻訳したったりとか、はいはい、ああなるほど。え、じゃあいろんな歌、どんな歌ありました。ジャニーズが多くて、はい、嵐とか、はいはい、あの綾香、あー、あやか、なんだ I believe myself ってとか思いながら、あ、そう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 出ちゃったで、まあ歌でじゃあやってったわけですね。はい、歌でもすごい、あの発音練習して、ほう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 、あの馬のところ行って、うん、うん、馬のところ行って、そうそうそう、馬と一緒にそうそうそう、あの家族の前でちょっと恥ずかしかったから、はい、ちょっと外出て、はい、馬のところ行って、はい、そこで歌ったりしてました、はい、それで馬に、はい、うまいねって言われたんですか。あ、はい、うまいねって言われましたやっぱ歌は語学を学ぶのにいいと、うん、すごくほら、うまかった、つないだ、はい、え、気づいてなかったの、ここでつなぐためにちゃんとつないやーということで、はい、英音楽も音楽で英語を学ぶっていうね、はい、4技能を音でとにかく学び続けられるっていうアプリになってるんで、うん、しかもあの特許システム使ってるっていうことで、ね、英語を日本人の皆さんが学びやすい形でね、はい、あのしてあるアプリになってます。ただ歌の中に例えば、ソング1だったら文系1みたいな感じでね、文法事項が割り当ててあって、それを基準に歌詞を組み立ててます。それをまあ彼らにね歌ってもらって、まあ一つの曲にして皆さんに学習してもらえる体験になってるってことですね。では文法の解説とかもねしてるんですよね。はい、文法の解説はあの僕が中心にしてるんですけれども、うん、さらに彼らと2人でね、例えば発音の講義であったりとか、あとはネイティブ的な表現の説明とかもやってたりしますね。うん、はい、なるほど。無料ってなんか体験とかあるんですか。そうですね、あの実際はこれあの月額2300円っていうね、それで聞くと結構するアプリかなと思われると思うんですけど、はい、まあそれだけ充実している中身を作ってる自信はあるんですが、無料で全員に使っていただきたいということで無料配信企画っていうことをやってます。本番と同じようなね、テスト版を、無料で配布するって企画をやってるって感じですね。そうですね、はい、A 音楽アカウントの方のツイッターちょっとね皆さんあのご覧いただきたいと思うんで、この無料配布 の方法書いてありますので、そちらに従ってやっていただくと全員に1ヶ月間無料で使っていただけるということをねあのやっておりますので、ぜひ皆さん特許を使った A 音楽アプリですね、ちょっと使ってみていただきたいなと思います。はい、ということで今回は A 音楽のメンバーにお越しいただきました。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。Actually.
actually? What time did you wake up this morning?今が買いだ今が買いだ今が買いだ